はい、こちらは今ちょっとフロントパネルを外して、このフロントパネルを外して見ました。前面が吸気口になっていて、これが吸い込みのファンになってますね。で、そういうわけなんですが、まあ通常のファンであればまあこんなもんですよね。髪はそうそう吸い付かないですね。はい、ところが、はい、ファンをつけるとバシュッとバシュッと自在なところで止まっちゃうという、ちょっとコンピューター用のファンとしては強すぎる感が否めないという感がありますね。はい、なのでちょっとファンコンを作ってやらないとまずいかもしれないです。とりあえず作りましたが、まあベンチの結果は非常に良くて、ものすげえ冷えます。そらそうだいう感じですね。はい。